早手バルモンがゲートに入って共同通信杯枠入り完了です。スタートしました。ほぼ揃いました。一戦になりました。外からアイネスタウザー好スタートを切りました。しかし内からこれをアメージングレースがかわしていきます。ミツルマサルも差がありません。ナリタブライアンは前へ行きます。前2頭にハンバシンと接近していきました。それから1段でボディーガードアイネスタウザー5番手に控えました。1馬身差、外を通りましてドラゴンゼア現在中段やや後ろ、ヤシマソブリンが内から行きます。1馬身半下がりまして、カズサハリケーン、それから1馬身差、フジミハミルトンが後方から2頭目、ハヤテバロモンがちょっと離されまして最後方です。前の方は1段となりまして、これから上りに向かいます。3コーナーカーブ、前の2頭ですが、ボディーガードが今度は行こうとしています。ボディーガード先頭に立って3コーナーカーブ、1馬身のリード、アメージングレイスがこれを追って2番手ですが、3番手集団、アイネスサウザー、外を通りまして、同枠のドラゴンゼアと上がって線を通過しました。その後方、内からミツルマサルは交代した。成田ブライアンがその外、成田ブライアンがその外、それから外を通ってカズサハリケーン、そのインコースに5番のヤシマソブリンと中段グループはごった返しています。2馬身後方、フジミハミルトン、ハヤテバラモンも徐々に差を縮めて、先段から最後方まで6馬身ぐらいの圏内に固まって、4コーナーをカーブしていきます。ボディーガード先頭、リードは1馬身、これを追ってアメージングレースが2番手で600を通過、その後ろアイネスサウザーが3番手、それからドラゴンゼア、そのインコースを通って成田ブライアン、先段までは4馬身と迫って400を通過、これから直線コースに入ってきます。さあ外を通って成田ブライアン来ました。成田ブライアン、アメージングレイスとボディーガード打って粘っている。成田ブライアン先頭か、その後方7枠の2頭に大外から早手バロンも懸命に追い込んでくる。さあ一戦となった。成田ブライアンが先頭に立った。成田ブライアン先頭、2馬身のリードがある。2番手争いだ。アイデスサウザー粘っているところ、早手バロンが突っ込んでくる。内から懸命にヤシマソブリン追い込んでくる。 100m 切ったところ、2番手争い接戦。成田ブライアン独走、4馬身のリード、成田ブライアン先頭、アイデスサウザー2番手に上がってゴール。3番手に早手バロモンと内5番のヤシマソブリンです。成田ブライアン楽勝です。勝ち時計1分47秒5。